はね、とても楽しかったんですけど、いつもより一段のなんか一体感が感じられて楽しかったです。ありがとうございました。はい、はい、楽しかったです。最高でした。とても賑やかで面白かったです。はい、今日初めて来たんですけど、とても賑やかで宇宙とつながった感じがしました。エネルギーいっぱいいただきました。どうもありがとうございます。トモさんのライブが聞けて楽しかったです。今日もライブありがとうございました。久々に2ヶ月ぶりにライブに来て、すごいやっぱり楽しかったし、あとやっぱり何よりこう一緒に歌えるのがすごく良かったです。特に、創生の丘ではやっぱり毎回泣いちゃうんですけど、でも泣きながら歌ってみんなで本当に楽しく今日過ごせました。ありがとうございます。聞いていて涙が止まりませんでした。そして自分がすごくこう太陽になって輝いているイメージが湧きました。新曲とっても良かったです。みんなでずーっと流るって声出すところが本当にみんなで輪になってつながってるような感じで、日が出て空がバーって止まってる雰囲気、風景が頭に浮かんですごい感動的な、新曲みんなで歌えて良かったなと思います。この生きてる時間を楽しもうと思いました。ありがとうございました。青のすごい景色を見えたのと、でもやっぱりなんか一番すごく思ったのは、未来悪くないかもっていうのが一番の感想です。へそ盤の波がぶわっと起きていて、立っている人も座っている人も一緒にへそ盤の波があって、すごい楽しかったです。動きが激しくてちょっと大変だったんですけど、楽しかったです。なんか面白い動きしてんなってめっちゃ思ってました。ものすごい勢いつけてこう行けるやつがあったんですよね。それがすごい気持ちよかったです。へそ盤は最高です。